はい、今見ていただいている方はじめまして、デジタルマーケティングの専門家の杉山恵理子と言います。私はですね、既存の商品とかサービスをオンライン講座にすることをノウハウにして、提供しています。で、自身の、オンライン講座もいくつか、作成して販売をしていますので、そのノウハウを、まあ、これから商品をオンライン講座にしたいなとか、自身のサービスがどうやったらオンライン講座になるのかなっていう方のサポートをしています。で、もともとですね、私は、結婚式の司会を長年やっていまして、すごく好きな仕事だったんですけれども、だんだんこう年を重ねていくうちに、まあ、好きな仕事ではあるんだけれども、いつか辞める日が来るのかなとか、いろいろなんかこう他にやれることはないのかなって探り始めたのが2015年で、そこからデジタルマーケティングの勉強をして、まあ、いろんなノウハウを得て、今こういった皆さんにオンライン講座に提供することをしています。オンライン講座を作ったことによって、時間というものを手に入れることができました。好きな時間にパソコンを開いて仕事をして、また旅先でもパソコンを開いて仕事ができるっていうのが、非常に私の中ではオンライン講座を作って本当に良かったなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。ね、いうことで好きな自由な時間できたので、一緒に釣りキャンプを行けるようになりましたのでね、よかったと思います。はい。はい、リリンの今のね、花の自己紹介、こんなページがありますんでね、ホームページ見ていただくとこんな形でね、出てますんで、またよかったら見といてください。はい、お願いします。はい、それでは、今度、翔ちゃんの方に、はい、お願いします。はい。はい。はじめまして、という方と、はじめましてじゃない方、いる方も思いますが、改めまして、中村翔太ですと。はい、今現在ですね、ストーリーというものを、まあ、中心として、より、皆さんの、思いであったり、ビジネスをストーリーを使ってどう伝えていくかっていうところを、今広めてる最中でございますと。はい、まあ、ヒデさんとはですね、まあ、釣り仲間でもあり、ビジネスパートナーでもあり、良き、友人でもあり、まあ、尊敬する人みたいな形で、年下ではありますが、いろいろ可愛がっていただきまして、まあ、今日もこんな感じで参加させていただきましてありがとうございます。はい、ということで、あまり自己紹介得意じゃないですけど、こんな感じで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、翔ちゃんのホームページはね、はい、こんな感じで、はい、中村翔太とはと、はい、いうことでね、なんかかっこいい英語のローマ字のねサインまで入ってますけども、翔ちゃんのもね、こちらの方もホームページありますんで、よかったら見ていてください。ビジネスコミュニケーションメイクの専門家ということで、一応今日はね、ビジネスというのをちょっとこうテーマにもあるんで、ビジネスとメイク、それからマーケティングについてのちょっとね、3人で、まあなんか共有できればなということでね、お話をします。もともと僕もメイクアップの、アーティストとしてですね、まあ25年目になりましたけども、いろんな年代層のメイクをしてまいりまして、最終的には今はですね、心理学と印象分析、それから脳科学とコミュニケーション学を融合した、まあ、ビジネスコミュニケーションメイクという、ちょっとこうオリジナリティのある、まあ、メイクのメソッドをですね今お伝えしています。ちょうど2年前のコロナにはね、コロナ禍ではもう本当にオンラインのみでね、この全国の皆様にお伝えしているという形で、2年ぶりにですねこの3人で、そういったことで、ちょっとこう、この内容がすごくね、相性がいいもんですからね、新大阪でリアル講座久々にやってみえへんということで、翔ちゃんの方からお声掛けいただきまして、まあ今日もこのライブ配信もね、実は翔ちゃんがね、言い出しっぺでございますから、まあ無茶振りする男でございます。はい。ということで、まあそんな流れに今なっておりますんで、はい、よろしくお願いしますね。お願いします。はい、僕はメイクアップでリアルでいろいろやってきて、2年前にこのオンラインに切り替えて2年前からですね、もう全くそのもう、頭を切り替えたんですよ。ちょっと いきなしね、もう今までメイクっていうのは肌を触れて、直接指導するのが当たり前というところから、もう全くそれが できなくなるというねところから、もうそれではオンラインに全部切り替えてやりだしたと、こういうふうにして、まあ、転換をしたわけだけど、このオンラインでやっていく今流れっていっぱい結構多いじゃないですか。今まあ翔ちゃんもエリーもそれやってますけどね。普段オンラインを今までやってなかった人がこれからこういうところに参入していくとか、こういうところで活用していくためのなんかこうヒントとか注意事項とか、まあこんな気をつけたらいいよみたいなあればね、なんとなし、はい、ちょっと、ね、はい、翔ちゃんの方から、
あ、僕ですか、はい、はい、そうですね、やっぱり僕自身は、まあ、オンラインどっぷり使ってますけど、まあ、ただこういうライブ配信とかあまり、本当にヒエさんおかげでこういう機会いただいてるんですけど、まあ、これからですねやっぱりこう、まあ、コロナになってから本当オンラインっていう言葉が知らなかった人も知るようになったり、こういうズームとかですね、いろんなオンラインツールが増えて、いろんな検索する内容を見ると皆さんいろんな情報がいっぱい降ってきてるんですよね。例えば、まあ、SNS でいくと、じゃあ、まあ、Facebook もあり、Instagram もあり、Twitter もありみたいな、で少し流行ったクラブハウスの音声メディアがあったりですね、で、好きな方はいうポッドキャストとかの音声配信を聞いたりとかされてまして、じゃあこれから始めるとなった時に、じゃあどれをから始めればいいのってよく聞かれると思うんですけど、まあいろんな広告を見たりするんですよね。例えば Facebook がいいとかですね、なんかインスタグラムで儲けようとかですね、あると思うんですけど、結論はなんかどれでもいいかなっていうのは正直思ってます、ね、はい。でなんか一つ決めたらあとはそこでなんかずっと続けるっていうのが、まあ、いいかなっていうのは思うんですけど、どうですかね、エリリンは。はい、そうですね、私はこの SNS は Facebook が多分一番最初にや、まあ、取り掛かってて、一番最初にやったのが多分11年前にスタートしてるんで、まあこうコツコツやっていくとやっぱりそのこうファンが増えたりとか、今やってる Facebook ページに関してもそれこそ最初は全然ね、お友達もいない状態からスタートして、今550人ぐらいいるんですけど、最近は投稿も増えてきてるので、まあ、いいねの数も増えてきたりとかっていう、まあ、インスタグラムもやってるんですけど、私としては今フェイスブックの方が一番なんか使い勝手がいいかなっていうところで、どれか一つ、絞ってやっていくっていうのはいいかなと思います。まあ、でも一時本当にそれこそ本当に今僕ぶっちゃけもう今日ね、こういう誰が聞いてるか分かりませんけど、僕もほんまに、まあ、ある種、まあ、年齢言うとですね、年齢関係ないか分かりません、年齢は関係ないんですよ、関係ないけど、まあまあ、アラカンに近いわけなので、いろいろ時代の流れをサイクルを見てきて中でやっぱりすごいスピードですよね。情報量がある人は1年間の情報が、まあ、30年前の情報、要は30年分ぐらいが今の1年の情報に値するっていうぐらいのスピードで動いてるって言われるんで、まあ、それこそ本当に3ヶ月前に良かったことがもう全く通用しないということも起こり得ていると。まあ、そんな中で自分が正しい、この自分がやっぱやりたいことをどう信じてコツコツするかっていうのをいつも少女も言われてると思うんやけど、やっぱりね、なんかこう相手すぐに辞めてまう人って多いじゃないですか。あっちに言われてこっち、こっちに言われたらこっちって、結局自分を持ってない人って多いですよね。でインフルエンサーっていう言葉も流行ったけど、インフルエンサーもなんか確かに数があればいいか分からへんけど、誰かわけのわからない人の数があっても余計怖いというね、僕はそういうのが昔からあって、やっぱりある程度同じ価値観を持ってるコミュニティを持つっていうのはすごく大事やなっていうのは今でも思ってるんですね。だからまあ今回6つの僕の限定のグループのところに流れてますけど、やっぱり限定なので、やっぱりある程度の僕のことを知っていただいてる方に聞いてもらいたいというところに流してるっていう、そういう流れもありますよね。やっぱりその主催者側としてはやっぱ無料でたくさん集めたいって気持ちはあるんですけど、やっぱりその有料で課金して、まあ、少人数で本当にちゃんとしてちゃんとした聞きに来ていただける姿勢の方だけ集めた方がいい時代になるんじゃないかなみたいな、こんなそんな時代になるんじゃないかなと思いますね。最近は、まあ、僕、まあ、海外のいろいろマーケティングの情報をたくさん仕入れるんですけど、日本だと今やっぱり無料で無料でって結構いっぱいあるじゃないですか。で海外はほとんど今もう無料がなくなっちゃったんですよね。ほとんど何かしら最初商品を買わないと情報が手に入れられないとか、よく動画をプレゼントしますっていうのもあるんですけど、本当に1ドル払わないと手に入れられないとかですね、もうそういうなんか時代に変わるのてるので、まあ、日本もまあそんな時代がもうそろそろ来るんじゃないかなっていう感じはしてますね。まあ、そうすると多分変な人はある程度防御できるかなと思いますね。そうですね、はい、背伸びをこうしてなんか大きく見せようとするから余計にこうなんか近寄りにくいっていうのがありますよね、うん。そういうのをまあちょっとなくすっていう意味でこういうちょっとこうカジュアルな感じをね、こういうのも作ってさせてもらってるわけですけども、実際は本当に見た目通りのですね、まあ、こんな感じのすごく人柄のいいね3人です。僕も含めね僕も含めね。で実はこれ僕を初めて見た翔ちゃんは
一番近寄りたくない人って最初思ったらしいよね、少女も、ね。そうですね、ヒデさんと初めてお会いした時は、もう僕の一番苦手なタイプで、まあ、当時ヒデさんこのひげ生やされてたんですけど、うんうん、もうちょい悪親父的な、で一番もう距離の遠いところに、まあ、たまたまそういうなんか会があって、一番遠いところに座りたいなっていうところで対角線で座ったんですよね。そしたらそこ丸の円になってまして、結局一番正面にいて目が合う人みたいな形になっちゃって、すごい残念な感じになっちゃったんですけど、でただですね、やっぱり一言二言話して、まあ、その後に懇親会があったんですけど、まあ、逆に僕がちょっとヒデさんのファンになっちゃうぐらい、なんかキューって引きつけられる何かがありまして、でそこからいろいろやり取りさせていただいた中で、まあ、逆に僕が和歌山に行って、ヒデさん全然この僕の現在地には来てくれないんですけどそれぐらい本当ファンになっちゃった感じで、やっぱり話してみないとわからないなとか、まあ、今日こういうライブ配信で、まあ、どんな人なのかなってとかわからないと、やっぱりその後のやっぱりこの関係性とかも変わってくるかなと思いまして、もうそれくらいヒデさんが本当に嫌で嫌いで距離感がありすぎました。まさしくね、これはね、ほんまにね、こうやって聞いて初めてね、仲が良くなればなるほど言ってくれることだけど、普通仲良くならなかったら誰も言ってくれないんですよね。これが第一印象の怖さっていうことで、僕自身もいろいろとひげ生やしたり、自分の権威性を高めるためにね、年齢とともにちょっとこうひげ生やしたりして、ちょっとこう貫禄を見せるとかね、いろんなことを試しにやってきたわけですよね。で実は行き着いたところが、もう自然体が一番いいっていう今に至ってるんだけど、結局これ今多分見ていただいてる方も、自分をどう見せていいかとか、どういうふうに自分をブランディングするとかっていっぱい考えて悩んでる人もいてると思うんで、で僕はメイクで外見でっていうことをもちろんお話をするんだけど、やっぱり相手によっては、僕いつも言ってるけど、ノータイプっていうのがあるんですよね、いつもね。その人の気質っていうのがあって、この人はこういう顔が嫌いっていうか、こういうメイクが嫌いっていうのがね、ある程度傾向値があるんですよ。でそれをでやっぱり理解しておくことによって、翔ちゃんにもし僕それを分かってたら、翔ちゃんのノータイプも今は分かんないけど、分かってたら翔ちゃんに会うときはもうちょっとこう可愛らしい格好で多分会うてたら、最初からひげも生やさんとね、こんな感じで言ってたら受け入れられるっていうことはもう今はもうすぐ分かってる、はい、あ、そうですね。まあ、こういうところをね、ビジネスメイクっていうところに、ね、面白いですね、落とし込んでやってる。これは男性も女性も一緒で、婚活にも応用できるしね、ビジネスで交渉するとき の契約を上げるときの、なんか相手との距離感を、ね、縮めるときのやっぱり見せ方っていうのはね、これはメイクだけでもできるわけですね。まあ、そんなことを今度お話をするんでね、よろしくお願いします。まあ、エリリンもね、いつもプーケット行った時も眉をちょっと変えたりしてね、今日はちょっとまた気合を入れてから眉を変えてるけどね、眉頭が常に太くなるというね、エリリンですけどね、はい、ちょっと今日はね、ヒデさんが先生がいらっしゃるんで、眉毛ちゃんと描かなあかんなと思って一生懸命描いたわけですよ私なりに熱いなと思いながら一生懸命描きました。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そんなエリリンもあれですよね、まあ、司会をずっとしてきてから、はい、今のこの仕事に入って、で、まあ、何どこの場所でも、まあまあ、ワーケーションって言いますけど、はい、例えば、プーケット行ってそこからでも仕事できるっていう今、まあ、うん、状況をね、はい、まあ、パソコン一つあったらできるみたいなね、パソコンあったらできるって感じですね、うん、それってやっぱり羨ましいよね、見てたらね。いや、嬉しいですね。やっぱり司会は好きだったんですけど、結構時間に縛られるっていうのがもう非常に大きくて、まあ、当然ながらこう打ち合わせの時間もきっちり、遅刻したら多分首切られますし当然ね、披露宴の時に遅刻なんて絶対にありえないんで、とにかく時間に縛られるっていうことが年々きつくなってきたかなっていうのが正直あって、なんかしんどいんですよ、やってても。やるのは好きなんですよ。で、行けば行けでやって、あ、感動もらって嬉しいなとか、あ、今日の披露宴めちゃくちゃ良かったなとか、思わず泣けてきたなとかっていう、その喜びとか感動はもちろんもらえて、すごいいい仕事なんですけど、その時間に縛られるとか、あとは、いろんな会場に行くので毎回スタッフさんが変わる。会場行けば当然ながら、そのまあ、コミュニケーションを取るのも当然
なんですけど、まあ、正直疲れるんですよね。さっきヒデさんとか仲間さんが言ったと時みたいに、その、まあ、自分と親しい人と接していけばそこまでその疲れることはないんですけど、やっぱり疲れるっていうのが正直なところあって、そこからちょっと解放されたいなっていうのはありましたね。そうですね。だからその最初にやったその歯科以外の講師の仕事とかでも、まあ、ヒデさんが言ったそのノータイプっていうのはやっぱりその私もすごく好きで、どういうヒデさんの場合はメイクっていう風に言ってるんですけど、言葉でやっぱりその脳の響く言葉っていうのがあるっていうのは、こう司会しながらも分かってるんですけど、みんなに響かせるのはちょっと難しいっていうのはありますけど、でも響かせるにはどの言葉言えばいいのかなっていうのは気づきがあったので、それをまあ今回プロフィールということで、まあメイクをやって、まあ、言葉でもその脳タイプっていうのがあるので、みんなに響く言葉っていうのを探してほしいなと。うんうん、ね、まあ、プロフィール作成で僕すごく自己紹介が苦手なんですよね。中村さん何してるんですかって聞かれてもうまく表現できないんですけど、やっぱりプロフィールがパチって決まると本当に響く言葉というか伝えられるので、まあ、それはすごく重要だなと思いつつも、やっぱりプロフィール作成をする機会がなかったので、まあ、今回のセミナーで僕も聞きながらちょっと作りつつですね、学ばせてもらえたらと思ってますね。はい、せっかくビジネスメイクって言われてるので、こういうちょっと一瞬だけ見てもらうんだけど、この仕事のイメージってすごく大事だと思ってるんですよ。これまあ、見てもらったらすぐ分かると思う。今度ちょっとその中で、まあ、どんな方が来ていただけるか分からないんで、ちょっと軽くこう書いたんだけど、やっぱり職種とかその同じ職業でもその立場とか役職によっても違う見せ方とか見られ方っていうのを変えなあかんので、それを客観的にまあいろいろと冷静にね分析する時間を取ってもらえたらなと思ってます。でこれはすごくまあ、これ今見ていただいている方も、うん、まあ、カウンセラーっぽい仕事をされている方と講師業をされている方ではちょっとまた僕はメイクで逆にいつも言うんだよね。カウンセラーっていうのは人に話をしてもらわないとダメなんで、威圧感のあるような講師には話しにくいんで、逆に親しみのある顔を作るっていうか、ちょっとこうちょっとが、ま、間を抜かすっていうかな、抜け感のあるようなメイクとか、そういう親しみ感のあるようなメイクを、まあ、このカウンセラーのあたりはしないとダメなんで、これ柔軟なとか柔らかとかね、まあ、こんなことを書いてるんだけど、まあ、ここら辺をですね、まあ、今回の具体的にじゃあどういうふうにしていくかっていうことと、それとノータイプ別に分けて話をしていきます。まあこれちょっと資料機は作ったんで、まあ、ノータイプによっては相関関係があって、好かれる嫌われる興味がある興味がないというその相関図を利用しながら、まあ相手がじゃあ相手は何タイプかって分からない人が多いと思うんで、それをメイクの仕方を分析すれば分かるんですよっていうのが僕の持論なんで、こういうメイクをしてる人はこういうタイプで、こういうタイプの人はこういう方を、好感を持ってますよ。特に異性の方は、婚活にこれね、活用してもらってるんでね。相手の男性がどういうタイプかって分かれば、あなたはこのメイクで行った方が、最初の第一印象を受け入れられるよと。さっきの僕とはもう全く会いたくないっていう翔ちゃんが言ったのは、翔ちゃんは、このタイプやったんで、僕はこの派手なメイクで行ったんであかんかったっていう、これが言えるんですよ。翔ちゃんは多分低タイプだと思うんですね。そうすると、僕みたいな低タイプの人は、ちょっと拒否反応が起こるんですね。で、ここら辺も男性、女性に限らず当たるんで、まあこういったことをちょっと具体的に今度お話ししようかなということになります。まあ、やっぱり、そうですよね。同じメイク、女性の方、まあ、されてますけど、このノータイプとか分かってると、例えばこのお客さんにはこういうメイク今日行こうかなとか、このお客さんにはとかこの好きな男性にはこれで行こうかなとかっていう感じで分けることもできるってことですか。そうですそうです。まあ言えばそのスキルを持っておくっていうことが、英語を喋れるかドイツ語を喋れるか、はい、日本語をちゃんと喋れるかのこの3つのスキルと一緒で、相手のまあ周波数に脳の周波数に合わせて、まあエリーにも言ってたように言動ね、言葉とか仕草もそうね、行動もそうね、まあ、そういうのを変えながら対応することによって、やっぱり信頼度が上がるし、なんか知らんけど好きになってしまうとか、
引きつけられるみたいなね、そういうのがやっぱりあるので、これは僕はもうメイクのところから実際作ってね、今までこのメイク、ちょっとこれ自慢じゃないけど、これメイクを分解していろいろと僕これずっとこんな形でメイクという歴史と、それからメイクを感じてる人、一般の方から何を感じてるかっていう、それからメイクを習ったところはどんなメイクアーティストが習ったかによって違うわけですよ、考え方が。これメーカーのメイクを習ったかな、それから美容部員さんに習ったかね、美容室で習ったか、もういろいろとその場所によって変わるわけですよ。それがまあその人のメイクの持論になったり影響を受けてるんで、ね、そこを客観的にまたね理解してもらうということで、今ようやくちょっと分かったことがありますね。はいはい、やっぱ最初やっぱりそのヒデさんのそのヒゲとか、うん、僕すごい苦手で嫌いな感じだったじゃないですか、さっき言いましたように。でもメイクも同じで多分同じだと思うんですよね、うん、でも実際のこういう今ヒデさんの、過去の経験からこのまとめた今マップみたいなのあったじゃないですか、はいはいはい、初めて見たんですけど、うんうん、すごい緻密じゃないですか。緻密なのでヒゲ親父から緻密が出てこないんですよ。なので今のヒデさんの人柄ならこれを見せられた時に、あ、やっぱりそうなったんだなみたいな感じで出てくるんですけど、はいはい、やっぱここでやっぱノータイプがすごい影響してるんだなっていうのはなんとなく感覚的に分かりました、はい、今初めて見たんですけど、そうなんです、これ実はこれが、ね、これが僕が今本講座っていう一番最終の講座でみんなに教えてる、うん、まあ人間学ですよ、うん、どっちかというとメイクとか、うん、単なるメイクコスメティックなメイクじゃなく心理学とか、なんであの人がああいうメイクが変わったかとか、なんで顔が変わったかっていうのは、それ全部心理学と全部相通ずるんで、脳と思考は表裏一体になってるんでね、それをちょっと話したいなと思って、ちょっとこれ翔ちゃんね、写真見る、僕のこの間名古屋のちょっと受講生の方がちょっと来てくれたんでちょっと見せて、ちょっとこれ3人同じ顔なんですよ、これ全く違うでしょ、わかります。で、女性の方のメイクで、メイクだけでこんな風に変わるってことは、うん、僕もひげ生やしてるときは、あれ取ったときと、ヘアとかメガネも変えるだけで雰囲気変わるってことですよね、うん、で。これを戦略的にどうしたらいいかっていうことを考えるっていうのも、まあ、すごく引き出しが増えるんで、まあ、こういったことをね、今度、新大阪で喋れたらなと思ってますよ。楽しみですね。でそこにプロフィール、男性の僕もちょっとそういうのなんか興味ありますね。あるでしょ。僕自身メイクしないんですけど、メイクもちろんしないんですけど、やっぱそういうの分かって人に合わせて何かしら変えていくっていうのは、うんうん、そのノータイプ的なものが分かってるとなんか応用効くんじゃないかなって。応用効きます、効きます、はい。さっきヒデさんが話したそのノータイプの、うん、まあ、いろんなシーンで、まあ、メイクを変えるっていう話をちょっと聞きながら、うん、あ、そういえばそのそういうのを学んだことはなかったんですけど、自分が司会者になった時にまだすっごい若かったんですよね、うん、でやっぱり結婚式の司会者って当時だとまだ若かったから、お客さんが全員年上だったんですよね、うんうん、なんとか若く見られないようにっていうのをメイクで頑張ってやってたなっていうのをすごい思い出しました。普段はあんまりしないけどなんとか老けさせるメイク老けて見えるメイクみたいなのをなんかやって仕事に行ってたなっていうのをすごい思い出しましたね。まあ、それはすごく大事なポイントで、若いから若いメイクをしていけばその職場の人に受け入れられるっていう感覚じゃないんです。僕の考えてるコミュニケーションメイクって本当に成功する人って若いとか若くない関係ない、翔ちゃんが18かな19からもうずっとサラリーマンじゃなし、ずっと19かな21ですね。あ、21から。そう。はい、ぐらいです、ね、それまでジャズピアノマンやったんちゃう。まあそうですね、こんな図体ですけどね。いや、これちょっとみんなに教えてくれ。ちょっと言ってください、言ってください。いや、まああれですけど。その日はそのストーリーテリングを喋ってる人がストーリー喋れやんかったらあかんわね。ああ、まあそうですね。はい。まあ、僕はもともとそうですね、このジャズピアノで生きてこうと思ってましたので、こういうビジネスとか何も全然頭になかったですし、でそのピアノのチップで、まあ、生活できていければいいかなみたいな形で、まあ、19、20歳ぐらいで、まあ、海外に飛び込んだわけですけど、で、まあ、そこからですねやっぱりいろんな人と出会ったり
していく中で、まあ、今に至る形です。はい、以上です。ヒデさん、いや、そんなの何の感じもないよ。走りましたね、まあ、続きはですね、まあ、おいおい、いろんな今後のライブ配信とかで。いや、僕でもその、はい、そうやね、まあ、本当にジャズピアノでそのなんかこうチップもらってて、そのまあね、お金持ちの富豪さんとかに呼ばれて、まあ、いろんなそういうところでもジャズピアノやって、はい、あのなんでこんなにお金を持ってる人が世の中に、世界にいてるか、世界各国いてたよね。はい、でその時に僕も同じ人間やから稼げるはずやって、その富豪の方に何か教えにもらいに行ったん違う。そうですね、その話、もともとやっぱりどんな生活してたかっていうと、やっぱり朝起きて、そこでまあベッドメイキングとかいろいろ掃除とか始まるじゃないですか。でランチが終わるとランチの片付けをして、で夜のライブのために、まあ、ゲストがいっぱいそのお家来てたので、で、まあ、その中でやっぱりあのチップでもらえる金額が全然お店と違うんですよね。例えば、日本人だとなんか100円とか500円とかですね、たまに酔っ払った人が1000円って感じなんですけど、海外のそういう富豪の集まりとかだと普通に100ドルですよね。日本円で今1万 円安なんで高いですけど、1万3、4000円なんですけど、100ドル、500ドルとか、もう1000ドルポーンみたいな形とか、まあ、平気で出していただける方たちがいて、でも片やこっちはベッドメイキングして朝から働いてるじゃないですか。まあ、そのギャップに、なんでこういう生きてる世界があるんだろうっていうところで、まあ興味を持って、まあ、そこの、ホストですね、その建物を管理してる人にまあ聞いた感じですね。はい、そこが始まりみたいな感じなんですね。その始まりのノウハウを教えてもらって今があるというね。はい、まあなんとか生き延びまして、はい、そうです ね、なので例えば僕今回ストーリーテリングってストーリーなんですけど、ストーリーってすごい抽象的なイメージなんですよね。まあ、ビジネスに関係ないんじゃないかとか、また例えば先ほどのヒデさんのノータイプっていうのも、いや、ノータイプより SNS 集客の方が大事でしょうっていう人も多分いると思いますし、もうプロフィール作成よりこっちじゃないっていうのがあると思うんですけど、やっぱりこうやって長年ビジネスしてると、そういうノータイプを知るとか、こういうプロフィール作成でしっかり自分のことを伝えるとかですね、でさらにそういうストーリーによって、人を引きつけるっていうのもすごく重要だなって今になってわかるんですけど、でもやっぱり圧倒的に飛びつく材料ですよね。LINE が流行りだよとか、もう E メールが古いよとかですね。ただ実際に僕たちは E メールでものすごい稼いでるので、 LINE では全然稼げないっていうのはほとんど大量に広告費使ってテストしてる結果なんですけど、まあそういったところでやっぱりその、今のこういう時代に流行りものじゃなくて、今回のそのヒデさんのセミナーで流行りものじゃないじゃないですか、ヒデさんも、うんうん、何年も蓄積されたもののノータイプだと思いますので、まあ、そこを今回のセミナーで皆さん感じていただけるといいかなと思いますね。はい、それはありますね。うん、はい、もうこれは本当にあのメイクの仕方っていうのはトレンドはいっぱいあるんだけど、今回お伝えするのはもう一生ものっていうかね、もう本当にあの変わらないんですよ。コアな部分なんで、はい、エリンがさっき言ったようにもう男性の方、例えば 年齢いった男性女性にも受け入れられるメイクっていうのはこんな感じである。でそれをやっておけば、この部分の技術をこの部分だけやっておけば、まあ外れないよと。僕は翔ちゃんにね、あの人には近寄りないたくないって言われるようなことがないということを身に染みて、もうちゃんと僕も分かったわけで。ちょっとあのチラ見しておきましょうか。はい、チラッと、こんなことです。一般的なメイクとコミュニケーションメイクの違いということね、あの自分をメインに考えてるか相手をメインに考えてるかのこのメイクの仕方ということで、はい、チラ見で終わります。でこれ今度の資料ですからね、今度あの、そうですね、はい、新大阪でやるときに、これ本当にあの具体的にね、僕も地道にいろいろ考えて、あのよく翔ちゃん視座って言うよね、視点、はい、視野を広げる、視座を見るっていうね、はい、あのそれこそ僕この言葉も好きで、悩んでる人って視点、自分視点だけでずっと物を考えてるから、もう本当にちっちゃい世界でしか物見えてないんだけど、視野を広げてみたり、視座っていうこう、まあ、山を飛行機の上から見るみたいなね、そういうこの上の方から見る視点に、いや視座になると、
すごくこうちっちゃいことに感じてしまうわけね。まあそれでいいと思うんですよ。だからちっちゃい悩みとかそういうものを全てこう客観的に見れるようになるっていうのがすごい力かなと。視座で物を見るっていうのはすごく大事だなって、まあ、あの翔ちゃんもいつも言われてるから分かってくれると思うんだけど、まあ、このメイクもそうなんですよ。だから自分だけのよがり、自分のよがりのメイクだけではなく、こう一般にどういうふうにして自分が見られてるかっていう、まあ、そういうところをね、今回ちょっとお話しできたらなと思います。私は司会行くときは自分の好きじゃないメイクをしてます、正直言うと。自分の好きなメイク、はい、自分ではあんまり好きじゃないメイクをして仕事、うん、あの司会をしてました、うん、それは相手、そうやね、はい、そう見せるためっていうのと、はい、ね、司会者としてのみたいなイメージだったんで、うんうん、あの嫌だなと思ってもやってましたすごくいいと思います。結構嫌がる人いてます。僕がノータイプに合わせたメイクを教えても、これ私じゃないっていう人もいてます。それはだから自分視点でものを考えてるっていう話なんです ね、 そう、まあ、行く場所によって変えるっていうところですよね。そうそうそう。あの私今回この6月 の、 そのセミナーって、なんかこう一見3人がバラバラのことをなんかこう1日にやるっていうイメージがあるって思ってる人がいるかもしれないんですけど、参加する方で、うんうん、私は結構全部一つのなんかにつながってるものだっていうふうに思ってるんですね。で、まあ、ヒデさんがやるそのビジネスメイクっていうのはもちろんその見せ方だったり、さっき、相手目線っていう話をしてたじゃないですか。で、あのプロフィールっていうのもなんか、まあ、一見そのプロフィールとか、あとまあ自己紹介って学生の頃とかで学校で習ったりしないからやり方わからないっていう人もいるんだけれども、なんかそれなりになんとか過ごしちゃって、まあ、ちゃんと学んだことがないっていう人も結構いるので、その見せるっていうのと言葉で発信するっていうのと、まあ、仲間さんが言うそのストーリーっていうのはその人の歩んできた人生を含めたものを、ビジネスに生かすっていうところで全部つながってるっていうふうに思ってるので、まあ、今回もし参加してくださる方がいらっしゃれば当日楽しみにしてもらいたいなっていうふうにすごく思ってます、まあ、せっかくなので、まあ、そのストーリーでどうやって集客するかっていうですね、まあ、特にちょっとビジネスされてる方が多いかなと思いますし、で逆に今ビジネスしてないよっていう方がもしご参加されるにあたっても、まあ、自分のストーリーを語ると人間関係こんな良くなるよとかですね、いろんなファンがたくさんできるよとかっていう、そういうちょっとあの冊子的な感じをご用意してますので、ぜひそちらもお持ち帰っていただけたらなと思いますね。はい、はい、じゃあそれを楽しみにしてね、その特典と、はい、で僕も一応あの印刷しましたからね、この間出したっけ、はい、これね、はい、化粧の力っていうね、全20ページの小冊子作りましたんで、この小冊子を来ていただいた方にお配りしますということでね、はい、楽しみにしていてくださいということで、はいはい、見切り発車、翔ちゃんのいつも、はい、まあ、思いつき、なんか、はい、本当にこう思いついたパッパッとやっていくので、はい、それが翔ちゃんの良さでもあるし、そうですね、まあ、まあ、少しだけちょっとその話題なんですけど、うんうん、確実にみんな準備してやろうとするじゃないですか。でそうするといつまでたってもできないっていうパターンやっぱよくあるんですよね。なので見切り発車が何でもいいかなと最近は特に思いますね。そうですね、まあ、そうやって何か伝えたいなってもし気持ちがあるとするじゃないですか。でじゃあいつから伝えようかなって思って先延ばししちゃうとするじゃないですか。で僕の場合はもう何か伝えたいなって思った瞬間に伝えるようにしてるんですよね。でつまりそのタイミングはもう思ってたらすぐみたいな形にしてます。これ なぜかっていうと伝えようとしてて2週間後に海外に行っちゃって友達がいまして、結局それ伝えきれずにモヤモヤした時期があって、でそれを伝えなかったせいでちょっとトラブルに巻き込まれちゃったことがあるんですよね。だからそういうのがあって、もうなんか伝えたいっていう気持ちのものであればもうすぐ伝えるようにそこからルールで自分の中で決めたり、で商品とかなんか売られてる方はもうとりあえずもうできたらとりあえず売ってみるみたいな形ですね。もう何かいろんな準備をするわけじゃなくて、もうとりあえず売ってみていろんなお声いただいてって感じで、タイミングはもう今日と決めたら今日っていうルールを決
決めちゃった日ですね。はい、っていうかもう逆にそのタイミングをもうスケジュールしちゃうのもいいですよね。うん、はい、もうこの日って決めちゃうみたいな、まあ、そこがいいタイミングになると思いますので、もう1週間後、まあ、来週の月曜日ならもう月曜日っていう自分で決めた日をもう自分のルールのタイミングにするみたいながいいかなと思います、ね。はい、そうですね、こんな感じで。やっぱり直感ってすごく大事でね、僕も最近五感とかよう言うけど、結局人の直感ってすごく大事だと思うので、後悔はしたくないね。まあ、翔ちゃんのちょっとこうあの言葉を借りて言えば、後悔したくないみたいな。発射しないと、今しないと、なんか後悔しそうな時はもうするみたいなね、あるよね。そうですね、まあ、発車しないと、その、まあ、電車で例えるともう次の駅で待ってる人もいる場合があるじゃないですか。うんうん、やっぱ自分が発車してないと乗せてあげられなくて、その人がハッピーにならないかもしれないんで、うんうん、やっぱりその自分がやっぱ発車をしてあげるっていうのは先にして、もしかしたら満車で乗れないかもしれないし、うん、その乗り心地が悪いかもしれないんですけど、とりあえず乗せてあげて次の未来とか次の目的地になんか届けてあげるっていうためにも、まずはもう発車させていいんじゃないかなっていうのは思いますね。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。良い週末をお過ごしください。